はい、どうもワイワイです。さあ、今回は普通の始まりだったんですけれども、まあ、今まではちょっとお酒を飲みながらプレイしていましたが、今回はお酒は特に飲んでおりません。で、今回ですね、ちょっと先にお見せしたいんですけれども、実は176試合という、多分あれからですね、100戦以上はもうしているかと思います。はい。で、一番多く使っているキャラクターがこいつですね。2位の倍から使っているジェイドという銃のキャラクターで、2人目がこのシャノハですね。で、最後バッコーとなってるんですけれども、まあ、全体的に見ればこんな感じになってます。使っている頻度で言えばね、で、今回はね、今ちなみに私のレーティング自体は1900弱みたいなところです。あんまり変わってないんですよね。ただ、まあ、2対2、3対3といろいろある中で、まあ、同じキャラクターばかり見せてもというのもあって、まあ、今回は違うキャラクターを使いたいと思います。とりあえずこいつ、ジェイドってやつで、この下の歯、この下の歯はまあまあもう使ったと思いますんで、今回はね、こいつピアールっていうやつね、彼女を使いたいと思います。彼女は水のなんか泡みたいなのを出したりとかする、そういったちょ変わった技をします。あと一応ここサポートって書いててね、回復ができるんですよ、仲間。まあ自分もね。一回これでやってみたいと思いますね。はい、始まりました。1試合目です。まあ、ここら辺のレベルまで来ると結構上手い人もたくさんいてですね。まあこういう普通の遠距離攻撃と、あとこういう泡を出します。この泡がこの彼女の一番強みっていう感じかな。さあ、気を取り直して迎えました、1試合目ですけれども、まあさっきのこの泡ね。ほんで、あとはこれの緑のこれで回復するんですよ、仲間も自分も。あとはね、カウンター。こうやってカウンターさ、おはよう、バッコ。おはよう。バッコの名前は、キシゴホ。キシゴホ。X が最初に来たらさ、なんて呼べばいいか分からへんよな。まあ、もう、ワイワイも100以上の試合をしているということでですね、ある程度、まあ、操作性は慣れてきました。まあ、最初の方の動画を最近見直してみたんですけれども、まあ、例えば画面がこういう風に動いたりとかね、まあ、それも固定できるんですよね。マウスオイルを押すことで。まあ、そういったこともあるし、あとは、技もね、ある程度分かるようになってきました。相手にちょっと火の玉がいるんでね、火だるまくんがいるんで、火だるまくんなんとか倒さなあかんね。よし、じゃあまずは最初にこれ撃っといてやな。危ない。オッケー。赤当たらんか。赤、火の玉くんがかわいそうやな。ちょっと待ってちょっと待って、全く噛み合わん、全く噛み合わん。まあまあ、バッコめっちゃやられてるからちょっと待ってや、バッコやられんの早すぎるって。ちょっと、きついって。はい、やられました。ちなみにここでこうやって見ることができるんですけどね、仲間とか相手のスコアを。このマークはグレード9って書いてるよね。ちょっと見にくいけど、グレード9で、これか、彼はグレード 10? え、ってことは、あ、バッコもグレード 10? ほんで、ワイワイがグレード8ってことは、ワイワイが一番今弱いっていうことになりますね、キャラクターとしては。なるほどね。オッケー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 、分かった分かった。俺が一番強いとこ、違うやんはい、始まって。俺は今日真剣にやろうと思ってやってるから、あんま面白いこととか言わないぜ。いつも言ってないぜ。イエーイオッケーオッケー、はい、行こう。あげあげでいくから。よし、とりあえず火の玉が邪魔やから。危ない危ない危ない。かわいそうやねんな、あいつが。ここのさ、バッコがさ、この女の子にめっちゃやられんのよな。ここ回復してあげなあかんねんけどさ、こう回復してあげるのが間に合わんのよな、あいつ。あれ、これ回復してねんで、一応。ワイワイ、これちょっときついな。よっしゃ、取ったけど、俺これさ、オッケー、ナイスナイス、バッコ。オッケー、ハサミ打ちや。共闘作業しちゃうぜ。はい、必殺技決めますよ。必殺技決めちゃいましたい。オッケー、ナイス、バッコー。ウォー、あれ決まったよ。あ、決まった。いいじゃない、バッコー。なるほどな。俺はバッコーからちょっと離れてサポートし続ければいいんだな。オッケーオッケーオッケー。ちなみにここ今、バッコーが280のダメージを与え、スコア367、ワイワイは210のダメージを与え、スコア301ということでした。この下のやつとかはね、回復とか状態異常にさせたとか、そういった、まあ、ところで判断されるみたいですね。まあ、なんとか1対1に迎えました。ワイワイもこのキャラクターを使って、日は浅いんですけれども、まあ何試合ぐらいでしょうかね、20試合ぐらいはしたでしょうかね、彼女でね。まあ、こいつはこいつだけではなかなか勝てないキャラクターというか、まあ難しいとこもあるんで、サポートしてなんぼなんでね、サポートしていきますよ。まずこの火の玉やろ、この火の玉の攻撃を阻止しといて、ここでやばいな、これうまいこと決まったな。よし、こいつ危ない、離せ。あー、うまいことカウンター決められへんかったわ。
あーうまいわ、タイミングがうまい。あいつがカウンター、じゃあ分かるかな、やってるもんにしか分からないやってるもんにしか分からない面白さがあるんですけど、彼女のこのね、あの石の、石じゃない、サイコロ持ってる女の子のあのサイコロの動きに注目していただきたいんですけれども、彼女はねサイコロをこう上で引き伸ばすことによってなカウンターを発生させるんですね。そのカウンター中にワイワイが攻撃してしまうと、まあ完全に向こうの有利になってしまうんですよね。でこっちもカウンターがあります。これこのカウンターをしているタイミングで攻撃されるとワイワイは回復するんですよ、相手にダメージを与えながらね。同じようなことが相手にも言えるんですけれども、ただあのそれをなんていうんやろ、同時のタイミングでやってくるとかね、相手のカウンターを除いて、攻撃するなんていうのが非常にうまいですね。さあいきますか。なんとかここでね、こいつやで、問題はこいつカウンターをやめてこの後に打つ。当たらんかった、くそ。待て、バッコ、オッケー、バッコ、バッコ、赤、どうしたえ混戦模様です、非常に混戦模様。赤、あかんな、肉弾戦やな、もうもはやあいつらガンガン前来るな、こうなったきついわ。はい、ちなみにこれ最終スコアなんですけれども、あれの多分ねアベレージとかじゃないかな、ほらアベレージトータルって書いてるね、ラウンド4、ラウンド3という風にこういう風にあって、まあ、このアベレージがこんな感じでしたよというふうに見れるんだと思いますね。まあ、同じくダメージ、プロテクションとか、まあ、回復とかのところですね。あとはまあディスエイブルスっていうか、まあ、あの防いだりとかね、弾攻撃を防いだりとか、まあ、そういった感じですね。なんかあの途中中断したりしてやめたりするとあのかなりレーティングが減っちゃうみたいで、まあ、そういったのもあって1850台から下回りましたけれども、まあお構いなしに行きましょう。第2戦目ですね。いや変えるか、っていうか相手一緒ちゃう、相手一緒な気がするな、これやばいぞ。カエル頑張ってくれ、頼む、俺の力足らずはもう重々承知の上やねんカエル。これちなみにね回復はねずーっと回復できるってわけじゃないんですよ、ちょっとなんていうの、間がねインターバル挟むみたいな感じなんで。ちなみにわやわやこれ選んでるのはあらかじめちょっと練習モードで見てきてね選んでおります。 OK 来た。俺なこのマップめっちゃ苦手なんやな。さあということでここからはあまりにもワイワイさんがお話ししないために、収録後のワイワイさんが話すというダブルワイワイの共演でいきたいと思います。ワイワイは真ん中にいる女の子のキャラクターで、下にいるトンカチのやつの戦いにご注目いただければと思いますけれどもね、まあ、ひたすら攻撃を合わせながら自分の攻撃も結構ね、攻撃を食らわせながらダメージが受けてる感じですね。まあ、仲間を回復してあげる機能が彼にも彼女にもありますんでね、危ないって言ってますけれども、まあ、うまい回避したんですけれども、あの紫のやつは当てなあかんな、紫のやつは当てなあかん、さあワイワイ選手回復できひん回復できひんと言っている。さあゲージでもうちょっとカウンターがなかなか当たらないか、やばい、さあやばくなってきた、息が続かない、やミスった、ミスったワイワイさん、もう全然当たらん、あそう、いや申し訳ない、めっちゃいいな、これはねほんまに悪いわ、全然当たらんかった、お前が悪い、ここぞっていう時に全然当たらへんし、あとカウンターも全然決まらへんかったね、決めて、そんなのそれは決めて。ちなみに今選んだのはカウンターをちょっとアップグレードするという、選択肢を選びました。そうなんや、ワイワイの攻撃がねこの1回潜ってから攻撃するとちょっとダメージが多いね、あのそういう技になるというのを一番最初に選んだんですよ、3枚のカードからね。それが全然決まらなかったっていうのはでかいですね。あとは自分が回復するのと相手が仲間を回復させるのがうまいこといかなかったよね。なるほどね、ごめん分からん、全く説明がさっぱりでした。ここで避けな。さあということで、あかん、ほら当たらんな、あかんわ、そらあかんわ、お前それじゃあほら帰るとこ行ったわ、っか回復しなかったか、回復してあげなあかんて、回復してあげなあかんて、そうほら帰るとこ、めっちゃ移動しますやん、めっちゃ移動しますよ、そりゃ帰るですもん。ほら来たよ、上からほらトンカチ降り注いできた、トンカチも降り注いでくるし、その中埼玉国際アリーナそのとこ出てきてるし、喋ってよ、喋らへんかったら俺がまた収録を喋らなかったになるよ。ほら来た、あれがカウンターね、あの女の子のカウンターのあの攻撃、あの攻撃が結構厄介なんですよ、こっちに引き寄せられるような攻撃。さあそこでカエルがどんどん突っ込んでいくんですけれども、カエルをサポートしてワイワイ選手はなんとか何言うたいか分からへんなりました。さあ上から来た、まあ、ちょくちょく当ててはいるんですけれどもね、あの火の玉がね、下にちょっとなんかマグマみたいな引き詰めるやつがあってね、それがちょっとあの結構強い技なんですよね、あれ当たらないようにしていかなきゃいけないね。そこも左から行くんじゃ、あー来た、あいつは必殺技です、あいつは必殺技、なんとか回避してザマミヤがれ、ザマミヤが決まりました、なんとか倒した一匹、ワイワイ選手のザマミヤがれ、ありがとうございます。カエル、カエルもいますね、下でカエル戦ってる、オッケー、カエル決めたぞ、回復しとけ、回復しとけ、カエル決まってないよ、え、なんで逃げよった、うん、逃げよった、逃げよったか、逃げよった、
さ下のカエル火の玉対カエルの戦いでそこにワイワイが潜り込むっていう感じでしたね。いいぞカエル、うん、2対1の戦いだ。こう2対1になったらもうさすがにね、どう転んでもまあまあ勝てるかなとは思えるんですけれども、本当うまい人はここまくってくるんでね、そこら辺だけ注意していきたいところですけれどもね。まあどん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 ゾーンが狭まってきたんでね、あの相手の方もちょっと真ん中に来ざるを得ないというかね、そんな状況ですね。このドームは相手の攻撃をちょっとだけスローにしてしまうんですよ、あのドーム上に入った攻撃をね。だからあれを前に置いて攻撃してみて。おっしゃー、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 やった、よし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 、あーいいぞ、やった。なんとか今無難に進めすることができましたね。進めする、カエルを先頭にして、うん、女の子を先に倒すということ、はいはい、あと生き延びるということで、なんとかサポートに回ることができましたね、うん、あ、ほんまよかった。いや今のはでかい、うん、オッケーオッケーオッケー。こう R あんま使わへんね。こう R はね、ガードなんですよ、ワイワイの場合は。でそのなんかこうできるかな、これ、あこれこれで50ダメージを、その時間の間だけ経験してくれるみたいです。だからダメージをひたすら受けたらなんかダメージを食らうみたいなんですよ、とりあえず火の玉は厄介やから後回しっていう感じで今は勝てたから、うん、女の子を狙うとこを倒すっていうのは確かなんかな。オッケー、いや女の子を倒す、そうですね、皆さん俺が女の子に行ったってっていうところなんだよな、うん、行ったってあかんの、それはあかんの。どういうこと、倫理的にあかんってこと、その女の子に行くっていう。当たらんか、当たらんよ、それは遠いもん。あ、火の玉来た、上に火の玉来た。あれカウンター決めましたね。カウンターを決めたらちょっと埼玉国際アリーナが広島、オッケー、来いよ、市民球場ぐらいの大きさのやつが出てきたかと。来いよ、おいおいおい、広島市民球場、ほら煽ってる、煽りました。青柳さん、これは埼玉国際アリーナね、広島市民球場違う。帰る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 、あこ当たんねんな、壁回復してる。それはさあ、ワイワイさん対、この女ブスの息打ちですね。叩けるかな、あーいいですね。なんとかカウンターが決まったことでね、あんま体力を減らず倒し切ることはできませんでしたけれども、倒しにかかることができましたね。ちなみに今の真ん中の回復に関しては相手が取ったようですね。さあここでまあ真ん中を取っててね、カエルの体力がないんですよ。カエルが体力を回復してくれというアピールをこっちにしてきてるんですけれども、お構いなしで攻撃しに行って2人でね、なんとか倒しましたね。ナイスカエル、ナイスカエル、カエル回復してあげて。そうほらカエル、お前早くしろよみたいなお前早く回復しろよ敵アピールね。まあ、でも2対1になったらね、カエルの体力が少ないとはいえど、やっぱ戦いやすいですね。なんとかここで決めてくれるでしょうか。カエルが決めるかな。はい、決めました。オッケー、ナイス、2勝目。オッケー、やった。全然喋ってへんけど、めっちゃ真剣にガチで勝ちにかかってるから、こっちは。うん、俺はこっち、こっちは。オッケー、いいぞ。喋ってるから。今のところはまあ一緒ですね。カエルを先頭にまたカエルと火の玉が倒し当ててくれましたね。これありがたかったですね。ありがたかった、ありがとう。よし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 。なんとかあった、なんとかあった。オッケー、あと一勝、あと一勝。オッケー、最後の試合よ。オッケー、これで勝った最後ね。うん、負けたらもう一試合やろね。とりあえずあの女の子が狙い目やと思うから、うん、なんかあの女の子が狙い目とか、はい、OL のコンパかっていうようなこと言ってるよ。わいわいさん大丈夫、そこで回復してる場合違うんちゃう。あら、帰ると火の玉がめんどくさいだよな。あ、火の玉くんがめんどくさいから、めんどくさいっていう言い方はやめて、なんか困るから若干俺が反応に。あ、食らってるよそれ、ナイス、食らってるよ、何がナイス。あ、カエルが今真ん中の緑を潰したことで体力を少し回復しましたね。それにナイスと言っています。カエルナイス、よし。あ、上にちょっと埼玉国際アリーナを作って、トンカチを叩くのか叩かない、回復した、アルティメットレイディー来た。さあどうなるか、アルティメットレイディーが来たという言葉が波紋してしまいましたが、牽制しとけ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 というか牽制するのはお前なんだが、さあ来たよ、埼玉国際アリーナ張って、埼玉国際アリーナの真ん中に置いている魚を取って回復します。そういうなんかアビリティみたいな感じです。まあ取れなかったんですけどね、あれ仲間が取っても。ちなみに回復します。さあ左から来た火の玉、ここで一回回避してから、あ、しかし回避される、ここで決められるか、必殺技、当たった、当たった、火の玉に当たりました、火の玉に当たりました、思いもよらぬところで火の玉に。そしてこの火の玉の必殺技を回避して、その後にこのザマミヤガレサイレンスの、あ、ザマミヤガレいただきました、ありがとうございます。オッケー、いいですね、赤い人が来た、あ、やばい、必殺技、しかしここでカウンターをすることによって体力、やばい、あの子、あかんか、あの子って呼び方やめて、コンパみたいだから、だからよし、はい、回復しました。これで今試合巧者いいぞ、カエルが行ってますね、カエル体力ほぼマックスの状態ですね。はい、今カウンター当たらなかったですけれども、トンカチ対、カエルワイワイという、当たらんか、2対1の状態になりましたね。これ取った回復するんですよ、この魚。まあ3回勝った勝ちなんでね、もうここら辺かましとけ、かましとけ、かましとけ、はい、最後じゃあワイワイが決めましたね。オッケー、ナイス、オッケー、オッケー、3勝目、ナイス、オッケー、オッケー、いや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 これはなかなかね、熱い戦いでしたよ。まあ1試合目取られたんかな、2試合目取られたんか忘れたけどね、なんとかまくることができましたね。
よかった、まあ、ここの数値的にはあんまりまあ正直どうでもよくてですね、ワイワイの場合回復してるんで、あのポイントが高くなるのは必然なんですよ、うん、だからワイワイがここがいいからって言ってワイワイが一番頑張ったっていうわけではないと思います、うん、じゃあもう飛ばしたらいいんじゃね。うん、はい、全く何もお見せしてませんが3試合目は負けました。さあ迎えた第4戦です。はい、第4戦です。もう勝手を負けてもラストにしようと、そういう風に思っていますね。いいですね。仲間はこの火炎宝石ババアなんですけど、うん、あのこいつが結構強い方にするキャラクターでもあるもんで、そうです ね、うん、だから彼女をできるだけ援護していくって感じですね。相手は火の玉小僧と、あと時を操るあの時の砂の持ってるやつ、あいつも回復できるんで、そこら辺ややこいですね。さあ動かないでババアがさあ始まりましたね。ずっと喋り続けていて私が喋るタイミングなかったですけれどもね。とりあえずあの今この上にいるのね、あのガードみたいな張ったやつが回復の能力を持っているやつなんですね。で右のやつはこの今右というか上に飛んできたやつがね、おなじみの火の玉小僧ですね。赤待って、やばいやばいやばい、火の玉小僧は攻撃力がすごい高いという攻撃派なんですね。なんでちょっと気をつけないといけないんですけれどもね、まあ、埼玉国際アリーナがあんまり意味のないところにいますけれどもね。さあここでとりあえず火炎放射器ババアのですね攻撃は相手に近ければ近いほど大ダメージを与えられるんですね、彼女はね。だからあの近くに行くっていうことも考えてると思うんですよね、仲間はね。それをサポートどんだけできるかということだかというふうに思います、この戦いを勝つためにはね。まああの向こうもちょっと見てないところでね、あの火の玉小僧を回復している様子が見て取れますね。しかも真ん中の丸もやったんでかなり回復してるんじゃないでしょうか、量的に言うと。なんとか回復して、さあ火の玉小僧を倒すことは当たらんか、しかし必殺技当たらんか、しかもしくったカウンターを決めて生き延びるが、しかしそこで火の玉が飛んできて終わり。負けましたね。いやどうしたらいいかわからんな。どうしたらいいかわからないという言葉だけ喋りながら、2回目2試合目は一切喋りません彼は相当困ってたんでしょうね、真剣な戦いなんですね。あのまあガードを張った後ですね、とりあえずこっち側からはダメージが通せて、向こうからはなかなかダメージ通らないっていうような状況になるんですよ。それをうまく使って戦えるかどうかっていうことですね。当たらんな。さあ、体力も減らされていってますね。カウンターでちょっと回復したりとかしながら、まあ、少しずつ少しずつダメージを与えていますけれども、どうもやっぱりワイワイの方がダメージを与えられているような気がしますね。あとゲージが1つになりました。ちょっとカウンターで回復したもので2つに伸びましたけれども、ただ仲間はまだ体力ちょっと温存している感じなんでね。さあここでアルティメットレイディが来ました。しかし当たらない。まあでも牽制するいい材料になったかもしれない。相手の必殺技が来てこっちでスタンしてしまいました。2秒間のスタンが発生します。あ、ここでここで時の砂を操るあのおじいさんとワイワイの対決かと思いきや、左馬を倒す。これうまく倒しましたね。体力がちょっとやばいが、ここで仲間の必殺技が決まって第2戦は勝利ですね。これで 1-1。 ダメージ的に言うと仲間が多くダメージを与えていましたという感じのスコアでしたね。さあ迎えた第3戦です。まあここら辺も全く喋っていません彼は。とりあえずこのドームをね、どう使うかっていうのをちょっと考えたら、ドームやからどう使うかって言ったわけじゃないんですけれども、そこをちょっと考えながらね、この第3戦をやってたような気がしますね。とりあえず被弾するのはいいんですけれども、回復をなかなかしないんでですね、やっぱ忘れがちなんですね、回復できるキャラってのはあんま使わないもんで。だからそこをちょっとやっぱ慣れていく必要がある感じしますね。で真ん中の丸は結局やっぱ相手に取られましたね。あの砂のやつはね、攻撃してもやっぱ回復しちゃうんでね、いずれ攻撃するなら攻撃すると決めて攻撃しないといけない、そんな感じがしますね。今ちょっととりあえずあの下を潜って回避しながらアルティメットレイディをあの砂のやつに食らわしました。しかしこっちはスターが食らっている。ダメージが なんかこれ危ないんじゃないかと思っていい必死に回復しに行くんですけれども、後ろから攻撃されている。プラスマイナスゼロかといったところです。まあ、仲間がちょっとね、今ほらあのダメージがかなり向こうからほら集中して避難してたんで、何とか回避していきましたけれども、ヒダルマ君をここで攻撃していきます2人で。しかしこっちでスターが効いてしまったが、2対1で今仲間がやられようとしています。仲間が、しかしここで仲間の必殺技が炸裂。なんとか時の砂のやつを倒すことに成功。これでヒダルマ対、ワイワイと、この火炎放射器ババアの2対1になりましたね。まあ、体力ゲージ的に言うとそんなに変わらないのかもしれないですけれども、やっぱり2対1というと狙うところが2つになるんでね、相手からするとかなりこれは危ないから。しかもまあワイワイ一応回復できるキャラクターですんで、ここら辺でこうやって回復したりしますね。そうなるとちょっとね、なかなか自利品かなっていう感じになるんですね。2対1っていうのはこういうところがあるんでね、特にサポートのやつがいるとちょっと困ったりしますね。さあそろそろでしょうか、決めてくれないと困る。あー、必殺技が決まりました。相手の必殺技が決まったけれども、ここでなんとか倒し切ることに成功しましたね。これで2対1第3戦はなんとか勝利ですね。これでもう1回勝てばこれでも勝ちですね、この戦いね。
さあ、そして迎えた第4戦です。間髪入れずに行っていきます。私はとてもしんどいですね。プレイするときにちょっとでも喋っていればよかった、そういう気しかしないですね。まあ今なんか時の砂のやつを一緒に戦うみたいな感じになってるのかな。ダメージが結構効いていますね、相手にはね。でまあ仲間も少しずつ回復しながらという感じなんですけれども、第1戦の時に負けたあの感じをなんとか払拭できたのでしょうか。逆に相手が何かもしかしたら変な感じで捉えたんでしょうか、第1戦勝ったことで。まあよくわからないんですけれども、ただ赤のあの火の玉小僧がね、あのダメージをひたすらこっちに浴びてきてきているとかなりややこしいんですよ。やっぱ強いもんでね。だからそれをなんとかこう回避しながら、砂時計のやつを倒すってことができてるのかできてないのかわからないです。これも勝つか負けるかちょっとわからないまま収録しちゃってるもんでね。さあアルティメットレディが来た。広島国市民球場が左下に出てきたところで、アルティメットレディを時の砂のやつにかます。そしてここで一緒に思い切り叩いていく、思い切り叩いていく。仲間も思い切りやれるのか。壁の向こう側に仲間は逃げました。ここで火の玉対ワイワイの、一騎打ちになりましたけれども、火の玉はちょっと逃げてしまいましたね。カウンターが決まったことで体力を回復 しましたのでね。あ、これで必殺技ですね。仲間の必殺技が決まりましたが、相手の必殺技も仲間に決まりました。ここで仲間にちょっと回復を恵んでおいて、アルティメットレイディーがまた来ます。ワイワイは回復することとかが多いんでですね、あのアルティメットレイディーが非常によく溜まりやすいんですね。まあもうちょっとで時の砂のやつがやられるんでしょうか。体力的にはもうちょっとですね。はい、なんとか倒しました。ということでまた火の玉対、ワイワイとこの、解放石ババアの2対1の図になりましたね。まあ、こうなるとやっぱりね、どうも戦いにくいでしょうね、相手からするとね。まあ、なんとか必殺技を今決めに行きましたけれども、どうなんでしょうか。やっぱり2対1で挟まれてしまいましたね。あ、仲間がやられました。ということはワイワイとあの火の玉小僧の一騎打ち。まあここら辺はね、一騎打ちとはいえど体力のゲージの差がありますんで、ワイワイ勝って当然のような感じですけれども、あ、うまいですね今のね、相手の回避が。私の攻撃を回避していきましたね。ちょっとダメージ食らってるんですけど、上の緑のあのなんか丸みたいなやつを取ったりしてね、回復してますね彼はね。あの、ま、真ん中の丸も彼が取ったりしてね、なんとかこう生き延びようとしていますね。必殺技もなかなかうまいこと回避されて、こっちもまあ回復はしているんですけれども、なかなかダメージ通ってないですね、どっちもね。さあ相手が近寄ってきたところで、これも一応ダメージがあるんですよ。まあこれでなんとか勝ちましたね。気持ちいい勝ち方ではないですけれども、3対1で、勝利ということになりますね。はい、ということで、今回はこんな感じの終わり方、まあ、動画新しい感じの形式でしたけれども、まあ、どっちがどっちのワイワイが喋ってるのかっていうようなちょっと分かりにくい動画になりましたけれどもね。ただまあこれからはちょっとこのレベルが高くなっていくとというか、手慣れてきたがゆえにですね、どうしても喋ることが少ない、まあ、集中しちゃうっていうことが増えてきましたね。こんな感じの形式の動画になることが多くなるかもしれません。で、これからなんですけれども、まず第一に不定期更新にしていこうというふうに思います。でその理由っていうのは、あんまり新しい変化がないからです。で前回から私は100戦ぐらいしましたけれども、まあ、それから比べれば少しは上手くなっているのかというふうには思うんですけれども、まあ、それぐらいの間がないとあんまり差がわからないということですね。であともう一つレーティングの問題なんですけれども、とりあえず今1900台というか1900あたりをうろうろしています。で2000に行くととりあえずグレードが一応上がります。で2000に行ってる人たちもたくさんいると思うんですよね。でその2000っていうところは、まあ、一つの目標にはしているところでもありますし、はたまたまたこういうキャラクター全部紹介するわけにはいかないかもしれないですが、まあいろいろ使ってみるっていう当初の目的の部分、まあそこら辺をクリアするっていうことになると、まあキャラクター変えるなら練習しなきゃいけないし、まあ2000に行くにも2000に若干近いようなレベルになっとかなきゃいけないっていうことで、ちょっと不定期更新に、ちょっと変えさせていただこうかなというふうに思いますね。まああと9月の後半に私がまとめといたしまして、ちょっと巷で流行っているようなゲームをやるっていう発言をしたかと思うんですけれども、まあ流行ってはいないですね流行ってはいないという言い方というか、まあ、まだ流行ってはいないという感じでしょうかね。どうしても日本語化がされていませんもんで、とっつきにくいっていうところはあると思います。まずその敷居として高いというところがね。あとはまあこのゲーム自体がそのフリートゥープレイですね、無料化されるかもしれないので、来年にはその時にはやる人も多くなるかもしれないっていう感じでね、買い渋っているというか、ちょっと買いを抑えている方もいらっしゃるかもしれませんね。で競技人口が少ないわけじゃないんですけれども、あんまり動画とかウィキみたいなものとかですねを調べてもそれほど多くは出てきませんので、まあそういったところも踏まえて考えるとすればですね、まあそんなに毎日毎日更新していかなくてもいいかなというふうに思った次第でございます。さあではかなり最後の挨拶が長くなってしまいましたけれども、今回この辺で終わりたいと思います。またちょっと練習してね、動画なんとかうまいこと撮れればなと思いますんで、よければご視聴ください。では
お疲れ様でした。